な観客開催の K リーグで、FC ソウルのサポーター席に置かれた、女子人形が不適切なものであった可能性が浮上し、物議を醸している。韓国プロサッカー連盟の関係者は18日、人形をめぐり物議を醸している件について、FC ソウルから書面で報告を受ける予定とし、FC ソウル側が事実関係を具体的に把握中だと承知していると明かした。これを前に、FC ソウルは去る17日、ソウルワールドカップ競技場で開かれた、花市球K リーグ1 2020第2節の FC トゥアンジュとの試合を前に、サポーター席の空席にマネキンを配置した。しかし、試合開始直後にこのマネキンが不適切なものであるとの指摘を受けた。特に、一部の人形について問題が浮上。人形が手にしていたピケットに特定グッズの生産業者の名前と、そのモデルナ、BJ まで記載されていたのだ。この画像が SNS などを通して拡散された。連盟関係者は、現場にいた連盟関係者は試合前、FC ソウル側から、マネキン応援をすると報告を受けた。しかし、マネキン人形について報じられたことで会見を開き、状況を把握したと説明している。